はい、おはようございます。若旅旅夫です。7月16日木曜日午前8時過ぎ、もう何日続いたかわかんないけど、大雨が上がったので再び桶に溜まった雨漏りの水を取って処分したいと思います。今からね、登ります。ここはね、押し入れの中の棚の上ですね。棚の上にこの蓋があって、蓋をどかすと屋根裏に入れるという仕組みになってます。ではもうさっさとやりたいと思います。これはね、屋根裏部屋、部屋じゃないか、屋根裏、この一番奥ですね、奥のところが雨漏りなんで、そこまで腰をかがめて進んでいきます。雨漏りしてませんでした、よかったですね。一応気休めに置いてました、除湿マット。まあで、ぼちぼち、こういった銀色のテープをですね、あちこちに貼っていきたいと思ってます。